今日良かったし、期待してなかったんだけど、そうだってね、週末天気そんな良くないって言ったから、昨日行った天井、土曜日もっと悪くなるとか、ああ、あり得る話ですよね。ちょうどなんか絵はがきの写真とちょうど同じぐらいですね。エビの尻尾ついてる。うん、エビの尻尾しますね。あ、八ヶ岳綺麗。ほら、島枯れ現象。違う？でも先生、あのガイドさん言ってたけど、そんな山頂寒いのかな。マイナスだから。でも前も北横だってマイナス、もともと12度あったけど、そんな寒い寒いってみんな言ってなかったから、今のも2つもね。